始まりました。やったー、こんばんは。皆さんこんばんは。かとし、ありがとう。かとしだよ、久しぶりだ。ショールームずっとやりたかったんだ。やっほー、こんばんは。みんなお仕事だったかな、学校だった？お疲れ様。ひー、去年ぶり。そう、ショールームは去年の8月か9月ぶりだった。履歴見たら。学校だった？お疲れ様。お風呂なう。のぼせないでください。嬉しい、できたの嬉しい。ショールームずっとやりたかった。お風呂なうな人いいな。やっほー、今日いろいろ話したいことあるんだ。でもなんか話したいことあるって思ったんだけど、私すぐ忘れるから、みんなコメントでいろいろ教えてください。感情こもってない。嘘。髪伸びた？嘘、切ったよ。ね、昨日ダサダの第1話目の放送だったんですけど、見てくれた人いますか？見てくれた人いる？見たよ。お、みんな嬉しい。嬉しとしちゃう、ありがとう。どうだった？なんで髪色いい感じ。ありがとう、嬉しい。でもね、髪染めたの、この間。ずっとね、去年の後半ぐらいからすっごい明るくて、でそれでなんかね、めちゃめちゃ明るい色とこれの間ぐらいをキープしたかったんだけど、なんかやっぱ難しいよね、髪の毛の色って。なんかね、あんまりね、これっていうね色でねキープできないの。まあそれで、ありがたいことにすごい充実した毎日を過ごさせていただいてて、でなんかね、そうでね、紅白、あ、紅白見てくれた人、あ、話変わっちゃった。こういうとこ直さなきゃいけないの。紅白歌合戦にあんなに派手な髪色で出ると思わなかった。あ、待って、ダサダの話しようと思ってたのに忘れちゃった。紅白間違えた。ダサダね、めっちゃね、撮影は去年の夏だったんだけど、あの頃も髪色も明るかったね。あの時はね、役でそのさ、何ヶ月間か撮影期間あるじゃん。でその間はね、髪色とか髪の長さ変えちゃダメなの。だからあんまり髪の毛を染められないから、あの時期で一気に明るくなったね。そう。うわ、すごい、もう2万人の方が見て、嬉しい。2000人？あ、2万人だった。そう、それで髪色の話に戻るね。髪色がすごく明るくなっちゃったの。それでなんか結構浮いてたの。それででもね、ポニーテールすると紛れられて、だから結構去年の年末はポニーテールすることが多かったかな。でもね、ポニーテールはね、ちょっとね、やっぱ恥ずかしい。もうちょっとなんかシュッてしたらもう一回やるけど、しばらくまた運動企画とかそういうなんかの企画以外ではもう封印かな、わかんないけど。ありがとう。はじめまして。お、はじめまして。そっか、初めての方もいるのか。ちょっと近すぎたね、ごめん、今まで。ショートにして。そう、ショートにしてみたいけど、ショートにしたらめちゃめちゃ印象変わりそう。でもね、ショートはね、まだね、早いと思うんだ。だから、まだしない。もう髪の毛の色安定させたい、とにかく。ひひひひ。あ、何の話したっけ。ダサダだ。ダサダの話したかったの。ダサダのトシちゃんは高藤セレナっていう役をさせていただいたんだけど、どうだったかな。どうだった。嘘、嬉しい。ファイオ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 あれすごいね。私とナッチョとブーちゃんが3人一緒にいる役だったんだけど、3人でねめっちゃ練習した。今日このやつ爆笑した。よかった。煽ってましたね。うん、そう、京子をちょっと小バカにするっていうシーンでした、あれは。カトシーです。ぶーちゃん、あ、ネタバレ人いるか、ごめんなさい。あんま内容のこと言わない方がいいね。ごめんなさい。うん、みんな役作りすごくない？そう、役作りなんかねすごいね。なんかみんな普段とは違う役柄の子が多くて、結構苦戦したりしたこともあった苦戦したりしたこともあったよみんなうまかった。ありがとう。としちゃん以外みんなうまかった。お気に入りのシーン、やっぱり最初のさ、としちゃんが登場したシーンみんな覚えてる？見た？あそこがね、すごいね、なんかね恥ずかしかったけど、なんか漫画みたいで嬉しかった。センター試験近くて吐きそう。大丈夫そうだよね。受験生多いよね。頑張って。受験大変だよな。でもね、みんな勉強頑張ってるから大丈夫だよ。ん？唇プルプルプー。あ、みんな学生多いのかな、聞いてる人。お、私社員面接ある。青春の馬最高やね。ありがとう。みんな結構青春の馬の話するじゃん。馬力馬力カトシ力で頑張りきよくレコメンでやるやつ。頑張りき。完全に菅井さんのパクリです。あ、また近づいちゃった。あ、恥ずかしい。ちょっとこの距離感、見て、空色空色ニット。ミュージックビデオもめっちゃ、あ、本当？あ、ミュージックビデオね、ポニーテールだった。そういえば青春の馬じゃん。で、馬、ポニーテール、ポニーテールってなって、激しかったからダンスが。そう、あとね砂の上でダンスとかしたからポニーテールでちょうどよかったかも。なんか髪の毛ねとかね砂まみれだった。ふふふ。川田さんとどう？今日川田さんとね今日会った時にね、こう目をつぶってこううんって近づいてったら、なんか何もしてくれなかった。トシちゃんは何でも似合う。ありがとう。甘やかしてるよ、私のこと。それはありがとう。なんかファンの人って優しいよね。でももうすごくなんかさ、ファンの人って優しいよね。本当に思う。ありがとう、いつも。かわいい。ポッポチュせよ握手会、握手会、握手会、4枚目シングルの握手会の応募があって、で初めて第1次応募受付で全完売しました。ありがとうございます。本当に嬉しい。初めてなんかひらがなケーキの頃からずっと夢だったかし、なんか直子ちゃんとかが全完売しててすごいなと思ってて、で自分も一時完売して、本当に夢みたいな。嬉しい。ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。本当に嬉しい。なんかそう、みんな会いに来てね。あ、行くよいっぱい。ありがとう、嬉しい。もっと勝志に会ってみたいって思ってもらえるようにこれからも頑張ります。そんなことないよ、楽しみ。いつかな、いつでしょうそんなことないよ、楽しみにしててね。としちゃん的にはね、青春の馬より曲は好きかな。でもあんま何も言えない。あ、そんなことないよ、2月19日発売だよ。そう、さっき調べちゃんと覚えてるから。いつでも聞いて、発売日忘れたらうん口笛でやって。だから口笛下手なんだって。絶対レコミ聞いてるでしょ今質問した人声出ちゃった、恥ずかしい。ね、佐々木久美がねめっちゃ口笛うまいよ。久美がいつかショールームした時お願いしてみて。お、3万人だ、すごいね、ありがとうございます。3万人の方、なんかこのショールームを3万人の方が見てると思うとゾクゾクしてくる。レコモンの時よりうまい。本当？そう、なんかちょっと空気しか出なかったの昔。でもちょっと練習した。ん？何？ゾクゾク。青春の馬の自分のパートどこだっけ。乱れた呼吸が情熱の証。2番がパッて出てきた。山下美月の写真集買った。あ、山ちゃんの写真集、本当にね楽しみね、みんな。山ちゃんひよたん復帰よかった、本当によかった。もうずっと待ってた、嬉しい。ひよたんとまた活動できて。としちゃんは写真集出さないの。出せるように頑張ります。頑張るみんな、としちゃんがもし出せたら見てくれるかい。絶対見てね。でもね、写真集日向坂全員で出したじゃん、ファースト写真集。それで写真集のイメージめっちゃ変わった。なんか写真集ってなんかすごいの。でも日向坂グループ写真集だったからかわかんないけど、ソロでやったことないからわかんないけど、もうなんか楽しんでる間に撮影が終わっちゃうの。そんな感じ。写真集ってすごいよね。あ、全通っていうのこれ、わかんない。アリーナツアー、日向坂46アリーナツアーが決定いたしました。去年のひなくりに発表があったんですけど、去年ねずっとアリーナツアーやりたいって心で思ってたのでね、そう広島、福岡、大阪、群馬、神奈川、そして来年の12月6日7日東京ドームに立たせていただきます。いや、ひなくり来た人いるのかな。前髪はストレートアイロンでピュッてやってる。前髪はね、根元のね状況が大事だと思う。あ、待って、また話変わっちゃった。こういうとこ直さないといけない。何の話してたっけひなくりだ、ひなくりの話だ。ひなくりはとしちゃんが話してたら急に会場が全部真っ暗になったの。めっちゃ怖かったよね。みんなはどう思った？あの時配信で見てた。そっか、 DTV さんと光 TV さんで生中継されてたもんね。生中継めっちゃドキドキした。だってさ、生中継なのにさ、またなんかちょっと失敗したらどうしようとかいろいろ考えちゃって。でもまあライブ中はなんかファンの皆さんが目の前にいるし、なんかアドレナリンファーって感じだから、すごい楽しかったけどね。本番前ドキドキした。藤原竜也さん、そう藤原竜也さんが来てくださって、もうびっくり仰天、びっくり仰天だった。そうめっちゃね、お日様、いやー、トシちゃん金髪にしないの？しばらくしないかな。金髪ってさ、なんかさあれだよね、1回ぐらいし、金髪は1回ぐらいしかしたことないよね。あゆみの時期、あゆみの稽古期間金髪だったからさ、美容院行ってなかったのよ。そしたら金髪になった。落ち着いた色好き？本当？でもさ、髪の毛が落ち着くとさ、なんかいろいろ落ち着くよね。どういうことって感じだけど。ママのドレスハーフツイ、あーちょっと、トシちゃんピンクにして、ピンクね、でもねしてみたいよ、そういうピンクとか。でもザ・ピンクじゃなくてさ、なんかグレーっぽいピンクとかにしてみたい。でもさすがにね、ちょっとね髪色みんな結構暗髪だから、ピンクはさすがにちょっとあれだな、ちょっと浮いちゃうかもしれないと。久美ちゃんとのコンビ大好き。珍しい、ありがとう。何の話してたっけ？ひなくり、アリーナツアーだ。そう、アリーナツアーめっちゃ楽しみ。そうだ、去年からねアリーナツアーのねがやりたいってずっと思ってて、だから今年できてすごく嬉しい。なんかさ、昔ひらがなケーキの走り出す瞬間ツアーでホールツアーかな、あれはをさせていただいたんだけど、それをさアリーナバージョンでやるんでめっちゃ楽しみ。みんな来てください。広島楽しみ。うさ耳道玄坂終わって悲しい。そう、道玄坂コネクション、もう去年ってさ、なんかすごいいろんなことさ経験させていただいたな。道玄坂コネクションのね MC、 そう道玄坂コネクション、あの時から自分もショールームやりたいなって思ってたんだ。やっとできたぜ。下唇なんかついてる、プププー。歌詞覚えるのって大変ですか？なんかね、一日数時間だと厳しいかな。なんかあとね、ダンスしながらとかしたら覚えやすい。歌詞は振り付け？何の振り付けだい？さゆりんごさんの話。りんごさん、りんご先輩本当に大好きなの。りんご先輩とこの間撮影させていただいたんだけどね、りんご先輩本当すごいの。だからなんかいろいろ教えてもらいたくて、そう、今度ねどこか一緒にお出かけできたらなと思って、早く会いたいの、りんご先輩に。りんご先輩ってさ本当にマシだよ。一番好きな曲は、なんか目が痛くなってきた。私は一番好きな歌は「抱きしめてやる」が好き。抱きしめてやる。そう、ドライアイなのかな、なんかね、絶対ねトシちゃん太陽アレルギーになる。スターローズ、抱きしめてやる好きな人いる？若林さん、待って、抱きしめてやるの話だった。好き。僕の心を照らしてくる。トゥース毎日昼休みに聞いてんのすごいね。しかもね、よくね移動中とかね抱きしめてやる、たまに聞くかも。へい、男友達だからキャー。またいつかソロ曲をいただけるように頑張るね。またもっと上手くなりたいな。みんな青春の馬めっちゃ好きだね。ショーも好きだけど。ドゥワ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 ハッピーオーラ好き。ソロ期待してますよ。ありがとう。シシって誰だよ。シシって言うな、恥ずかしいから。シシのドレスってなんだ。もうコメント欄でいじるな。シシって言うな、恥ずかしい。シシはねほんと秘密だから。シシって結構秘密なあだ名だからね、言っとくけど。もうちょっと恥ずかしい、恥ずかしい。おい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 、若林さん、日向坂新聞っていう新聞ができることになって、もう本当嬉しいんだけど、でも日向坂新聞でもう情報は公開されたんだけど、私と久美とオードリーさんの4人で座談会してるしたの。めっちゃ楽しかった。なんかね、オードリーさんからなんか私たちのことどう思ってたとかいろいろ聞けてめっちゃ楽しかったなんかさ、インタビューとかさ、初めてでさ、オードリーさんインタビューだったっけ、座談会が初めてで、あれなんだっけ、そう初めてで、だからなんか狭い空間にさ、こう一緒に座って照明じゃないところでこうオードリーさんの顔見るのがすごい新鮮で、すごい顔見ちゃった。新ユニットじゃないその4人のユニットすごいねあら、あっという間に20分25分ぐらい過ぎた。早いね。なんかさ、結構不安だったの、一人でできるか。でも結構なんか皆さんがコメントくれるから喋りやすいね。ありがとうございます。何時までやるの？あと20分か25分ぐらいかな。それまでいっぱいおしゃべりしましょう。なんか聞きたいことありますか？聞きたいこと、クーランポンタン比内の話いいよ。比内の話、比内比内比内、あ、さ2020年運勢ランキング1位だった。てかラブさん面白すぎて、ラブさんすごいツボだった。比内、ひなましょう、みんな比内とひなましょうどっちで略してるんだろう。そう運勢ランキング1位とかさ絶対ないと思ってたの。だってさ紙芝居1枚しかなかったし、だから本当にねまさかすぎた。ひなまし、ひなまし結構多いねあ、みんなひなましじゃん。女子もひなましっていう。ドゥさんか、ラブさんじゃなかった、ドゥさんだった。ひなましは収録がいつも楽しくて、なんか収録して「ああ今日も頑張った」っていうよりは「ああ楽しかった」で力がみなぎる。収録後はそんな感じ。ひなえも多いね。ひなましとひなえが多いね。ラブミードゥさん、牛尾さん、そうもうナッチョめっちゃ面白い。みんなさ苗覚えてる、苗ナッチョが持ってきた苗がツボだった。あとガムラなんだっけ、名前忘れちゃった。おっ、4万人の方ありがとうございます。ちょっとマッキー横、あっ転がってきたマッキーにゃん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 してってどういうこと？にゃんにゃん恥ずかしい。リップはねディオールのオイルなんか最近出たやつ、オイルトゥルトゥルのやつ、あれめっちゃ好き。なんかコスメの話ももっとブログでしたいな。なんかさ、ブログでさ言いたいことめっちゃある。でも書こうって思うとなんだっけってなっちゃうカトシあるある、ダサダライブ、それもあるね。なんかさ本当にね、いっぱいあるね。めっちゃ楽しみ。2020年もあのね、こうやってさなんかいろいろあるってさ話せるのすごい幸せだね。あのね、2020年じゃなくてダサダのイベントはファッションショー、ライブ&ライブショーだっけ、あな名前忘れちゃった、あやふや。それは2月4と5だった気がするんだけど、あのねリハーサルまだしてない。でもめっちゃ楽しみ。なんかねまだね詳細私たちも分かってないのよ。だけどめっちゃ楽しみ。とにかく青春の馬とかやるのかな、主題歌だからやるのかな、分かんない、ただの妄想だけどできたら嬉しい。くまった田村真由ちゃんに会ってない。あの紅白であのシンクロニシティを一緒にパフォーマンスさせていただいたの、本当に嬉しかった。そのリハーサルの時に田村真由さんがいて、なんかあのさめちゃくちゃ似てるって言われるから、なんかあの一緒に写真とか、なんかすごい時間があったらなんかお話ししてみたいなとか思ってたんだけど、あのねあまりそういう時間はなかったね。ひどい。でもね今年人見知りちょっとちゃんと直す予定だから、気持ちだよね、頑張るよ。何の話してた？あ、そうダサダのイベント、横浜アリーナだよ。横浜アリーナめっちゃ楽しみ。この間も TGC 静岡でダサダの特別のランウェイさせていただいて、コラボランウェイすごいね、初めてペアでランウェイ歩かせていただいたんだけどめっちゃ楽しかった急に男友達だからの歌詞コメントしてくる人何面白いね。よくあり行くどう、ありがとう。よくあり来てね。あ、抱きしめてやる。オードリーさんの話？オードリーさんの話いいよ。待って、さっきから前髪触るのやめよ。禁止。あー、触っちゃった癖だからダメ。オードリーさんの話は収録この間先日あって、で若林さんが隣にいたんだけどいっぱいお話ししてくれて嬉しかったです。春日さんはいつも面白いです。春日さんってさ、なんかさ存在ってすごくない？春日さんっているだけで安心感あるなと思って、いつもどしってしててって思ったこの間。はい、若林さんの本読んだ買いましたよ。斜めの夕暮れ買いました。美容の話、トシちゃんはむくみ体質なので、だから毎日マッサージと、あと最近お風呂がもともと好きなんだけどもっと好きになっちゃって、なんか湯船に2時間とか使ってる。のぼせないように気をつけてるけど、でもねずっとね音楽流して湯船に使ってる時間が結構幸せなの。コガオローラ使ってる、毎日使ってる。でなんかさこうやってコロコロしてんだけど、あんまりやりすぎると逆にたるんじゃうよみたいな、この間おたけに言われてえっと思って、だからこう前はずっとやってたけど適度にやるようにしてるよ。前髪触るな触っちゃった、焦ってた、ごめんなさい。ダサダのキャラで一番誰が好き？誰だろう？ちゃんとか好きかも、ミーパンの。でもなんかね、京子のキャラもめっちゃ好きだし、でもなんか自分で言うのもあれだけど、セレナもめっちゃ好き。セレナこれからもっとなんかセレナが分かってくると思うからね、セレナにもぜひ注目してください。あの3人組面白いよね。スクールカースト上位の、スクールカーストじゃないか、なんだっけ、ヒエラルキートップ、間違えちゃった。京子、本当に京子の役をさ、私がやったらって想像したら絶対あんなさうまくできないもんね。としちゃんってさ、大声がさ変なんだよ。髪の毛のケア、美容室のシャンプーを使うようにしてて、なんか市販のやつだと結構強いらしいよ。だから美容院でのシャンプーを使って、あと美容院で買ってるこう髪の毛のなんて言うんだろうな、栄養をあげれるのを塗って、でそれを濡れた髪に塗って、でドライヤーしてちょっと乾いてきたなと思ったら、お気に入りのヘアオイルがあって、でもなんかちょっと英語で読めない、でもそれを塗って乾かしたらサラサラになるよ。でもちょっとヘアオイル写真撮るね。ちょっと美容院のは載せれないけど、そのお気に入りのヘアオイルブログ載せるね。じゃん。でもこうやってさショールームしてるとさ、何書いたらみんな喜んでくれるかなとか分かるからいいね。キングヌーさん知ってますか？めちゃめちゃ知ってます。キングヌーさんが「紅白歌合戦」の時になんか「紅白歌合戦」の時にこう出番の前にこう楽屋から出てその待機してたの。そしたらキングヌーさんがいらっしゃって、もう井口さんが、ボーカルの井口さんが声出しをされていて、でなんて美しい歌声なんだと思って、もうなんかすごいよね。あの場に入れたことが本当にすごかった。素晴らしかったよ。何？香水使ってます。香水はねブログにね以前載せたからね、いつだろう。でもなんかねそんなね昔じゃない気がする。なんか、ね、結構載せてるからね、ぜひ見てみて。ブログ読んでくれてるかな。なんかさ、みんなブログ読んでくれてる？稲ヶ城公園、いやーいやー、部活終わりました。お疲れ様。お疲れ様。なんかお絵かきしようと思ったけどちょっと下向いちゃうからやめようかな。体重何キロ？誰だ今体重何キロって聞いた人、よくないよ。他の子にやっちゃダメだからな。答えません。てかのりさん、お天気のりさんにめっちゃ聞かれる。体重何キロって面白いよね。絶対言わない。としきょんのコンビ大好きです。ありがとう。それめちゃくちゃ嬉しい。今回も青春の馬じゃなくてそんなことないよ4枚目シングルでまた京子と新芽に立たせていただけて本当に嬉しいなと思って、なんか京子と新芽ってだけでなんか嬉しいし、こう身が引き締まるというか、なんかありがたいね。なんか京子とさこう両サイドにいるじゃん。あ、また脇持っちゃった。ぽい。はい、京子とこう両サイドにいて、みんなこうここにいるみんなをこう包み込むように、この2人がいるだけでなんて言うんだろう、締まるなみたいな、なんて言うんだろう、なんかねそういう存在になれたら嬉しい。京子と話してたんだ。なんかアイドル界の新芽といえば誰った誰みたいになった時にトシキョンが出てくるぐらいの存在になりたいなって話してて、そうなんかいろんな面で支えていけたらなと。うん、頑張ります。トゥース、頑張トゥース。足のサイズ？足のサイズはいいよ。足のサイズはS と M の間。身長は160ぴったりぐらい。もうちょっと欲しい、あと2センチ欲しいんだ身長。でもね、いける気がする。なんかさ、伸びるよねまだ多分。あ、やばい、待って、こうやってさお話ししてる間にあとさ、もう時間がどんどん過ぎてく。んみんなとしちゃんのいろいろなサイズ気になるじゃん。え、耳ちっちゃい、よく気づいたね。耳めっちゃちっちゃいんだって。悩み。マーキー倒しちゃった、ごめん。いきなり大きな声出しちゃって。 50m 走は7秒台だね。でも今わかんない、最近さ走ってないもん。うん、でもね、年を小学生の時、幼稚園とか小学生の時が一番遅くて、でそれでもう本当に遅くて、あのね最下位だったもんリレーとか。笑顔で最後だった。なんか昔は楽しかった、走ることが。笑顔で最下位ぶっちぎってたけど、速くなっちゃった。なんでだろうね。女の子のファンどうですか？めっちゃ嬉しいよ。こないださレコメンでさ、なんか女の子のファンの方からメールが来て、やっぱもちろん男性のファンも嬉しいけど、こう女じゃん私って。で同性の方からさ憧れられる人生なんてなると思わなかったから嬉しくて、髪の毛とか、あとメイクとか前髪とか、あとねなんだっけ、洋服とか、なんかね真似してくれる子とか、握手会にたまに来てくれてめっちゃ嬉しい。みんなが思ってるより嬉しいよ、めっちゃ。うん、そう、なんか本当に嬉しいねん急にエセすぎる関西弁男性ももちろん嬉しい。なんかこうなんかさ恥ずかしいよね。でもなんか握手会でさ恥ずかしくなっちゃう、好きとか言われると。そんな感じ顔が赤くなっちゃうのでやめます、この話。5万、え、本当だ、5万人だって、すごい、ありがとうございます。本当にお仕事終わりとかかな。今すごい上向いてた、絶対顔やばかった。でも5万人の方ありがとうございます。結構びっくり驚きだって、さっきまで2万人だった。5万人ありがとうございます。5万人の皆さん嬉しい。ゾクゾクする依田さんの話。依田さん、あ、坂道テレビで依田さん公演に行ったんだけど、その時依田さんがいて、で依田さんって面白い人だなと思って、もっとお話ししたいなって思ったけど、やっぱり力っていうか勇気が出なくて、あんま話に行けなくて、だからまた今度お会いする機会があったらお話ししてみたいと思いました。依田さんなんか面白いなと思って。依田さん小さい、でもなんだろう、どうだろう、小さかったのかな、わからない。なんかとしちゃんもそんな大きくはないから、うん、そうね。依田さん京子ぐらいかな。あ、そうだね、京子とよくいるからあんまりなんか思わなかったかもしれない。京子も小さめだから、京子ちゃんトシちゃん背高い方。あ、でも電車とか乗ってて、おーおーおーって時たまにある。なんかさ、ヒールとか履いてると160じゃん。でちょっと160なんとかとかになったりすると、こうさ、私よりさ身長が小さい人がいる状況になるとおーってなってね、見渡しちゃう。身長低い女の子好き。好きよ。フリップ欲しい。何言ってんの。身長あと2センチ欲しいな。メンバーで誰が一番大きいの？クミよ、クミ。キャプテン。キャプテンが一番身長大きいって面白くない？なんかさ、クミって面白いよね。クミちゃん。川田さん好きだよ。みんな大好きだよ。170センチあるの？羨ましい、いいな。佐々木は存在は、佐々木存在は面白い。それこれ組に言うからね、組に言うね。思った。でも同じこと思った。組ってさ、いるだけで面白いよね。でもこんなこと言ったらさ、本人はさ、なんか結構さ、組ってさ面白いじゃん。でさ、お姉さんって感じするけど、実際は妹系なわけ。だからさ、本人はさ、なんかあんまそんな嬉しくないかもしれないけど、でもいるだけで面白いよね、組って。そう、妹キャラなのよ。だからみんなたくさんね、あれしてあげて。そんなにうん、そう、佐々木は末っ子なのよ。引く年尊い、ありがとう。初めて言われた、尊いって。ありがとうね、ありがとう。ラブハート、ハートズキュンズキュンズキュン。うん、かとし何人兄弟？としはお姉ちゃんと妹がいるよ。真ん中だよ。顔若い？嘘。顔丸、私。顔ってさ、なんかさ、もうさ、なんか骨じゃん。骨があるじゃん。もうどうしようもできないよねって思う。前髪地球も丸いから大丈夫ってめっちゃいいね。それ元気出た、ありがとう。最近笑ったことある？絶対毎日笑ってる。なんだろう、今日はパッて出てこないけど、毎日笑ってるよ。地球は丸いで笑った今。地球は丸いから大丈夫。地球も丸いから大丈夫。うん、外雪降ってるの？どこに住んでるの？雪降ってるんだ。雪ありしたい。スノボかスキー。スキーしかしたことないし、しかもやったって言ってもめちゃくちゃ前だけどね。中学生の時以来やってない。でもね、絶対ね、今は分かんないけど、昔スキーの天才だったと思う。こう初めてやった時にこう、いや分かんないじゃん滑り方。でもこうやってさ、スーってさ直線に滑ったらさ、その時中級か上級コースだったの。だからさ、すんごいスピード、新幹線ぐらいスピードが速くなっちゃって、でああと思って、まあなんかお父さんが助けてくれたんだけど、なんかね危険だったんだけど、次の瞬間こう滑るんだよって教えてもらったら、すぐ滑れた。そう、新幹線だったんだよ。本当に危なかったね。なんか結構危険な思いしてるかもしれない。でもこれからはちゃんとね、安全第一でおとなしく生きるよ。だってさ、ひらがなけやきの頃にさ、運動会、欅坂さんとやった運動会とか危なかったもんね。今思うと見てる方いないかもしれないけどさ、なんか大玉があったの。大玉をボーンって押し合う競技があって、で何も分かんなくて突進したの。そしたらボンボンって、なんかむち打ちなんていうんだ、反発、ボールにボンボンってなって、でなんかね一瞬気絶したんだよ。でも大丈夫だった、全然。その後すぐ騎馬戦したし、でも騎馬戦負けちゃった。日向坂騎馬戦弱いんだよ。まずね、こうやってね、こう体勢が難しくて、こう体幹がないと難しいから、あれは。だからさ、欅坂さんダンスがすごい上手で、体幹皆さんめっちゃあるから、もうあれはね難しかった。あとね、うん、騎馬戦弱い。あ、やばい、あと5分で終わらせなきゃ。あとね、10分後からね、欅坂さんが、あ、ちょうど欅坂46さんがショールームやるのよ。だからあと5分で終わらせる。皆さん見てね、そちらも。韓国から見てます、ありがとう。すごい。でもね、韓国ありがとうございます。すごい、これって世界で見れるんだね。 I'm シホイムニだ。エジプトから見てます。これは絶対に嘘だと思う。幸せになろうよ、懐かしい。待って、何の話してたっけ。駅伝見ました。すごいよね、私ちゃんさ体力ないんだよ。だから本当に見てて胸が熱くなるよね。ダサだ紅白、あ、紅白めちゃくちゃ楽しくて、すっごく緊張して、でも緊張したんだけど、すごいアットホームな雰囲気で、想像していたより会場が多分そうだから、すごく楽しくて、心からのね笑顔が出ちゃった。おんやん。なんか家族とかにも一番今までのキュンで一番良かったよって言ってもらえて、で最後さ、京子とあたいがアップで抜かれたんだけど、それがすごいなんかなんて言うんだろう、エモかったねみたいな言ってもらえて、なんか泣けた。今年もまた1年頑張ります。レコ大のドレミソラシド、そう本当に後ろでもうこう後ろから聞こえるから、もう鳥肌立った。もうリハーサルの時聞いた時感動して、こうねハーブとかあった、こうブヨンブヨンブヨンって、すごい下手だった。うん、ありがとう。どら焼き食べたい。あ、トシちゃんね、どら焼き結構ね食べてる。今日は食べてないけど、昨日一昨日食べた。あとその前も食べた。だからちょっと禁止しよう、しばらく。うん。ドレミじゃない。どら焼きはね、前は一日何個でも食べていいと思ってたけど、そんな食べちゃダメってのりさんが教えてくれたから、一日1個までにしてる。食べるとしてもね。うん。欅坂さんのショールームは半からだから、まだ始まってないよ。すごいね、楽しみだね。トシちゃんも見よう。すごい、5万5,000人の方が見てくださった。あと1分ぐらいだな。なんか言い残したことあるかな。でもとにかく久しぶりにショールームできて嬉しかったです。なんか本当にこんなトシちゃんのショールーム見てくれてありがとうございます。5万5,447、すごく嬉しかったです。またやります。時間ができたらやるね。やりたいよ、あたいもやりたいよ。あ、握手会、そうね、まあ、年始あるね。年始じゃない、来週。やばい。じゃあそろそろお別れだ。みんな見てねー、またやったら。バイバイ、またやります。